温泉行ってきたでしょ。温泉行ってきました。何ぶっこのこれは。これピースだね。なんか一応ね、私に送ってきた4枚の写真は、はい、メンバーシップ専用でアップさせていただきました。いやと思って。ちょっとセクシーなのも入ってましたけど。サッカー系の YouTube 見るじゃないですか。はい、最近ね、ちょっと気に入ってる YouTube ができて、我がフットボールアンダーグラウンド FUG のメンバーの方も、はい、この前ライブチャット、コメント入れてたんで、あ、うん、これはやっぱりみんな知ってんだなって、ポチッとしちゃったんですけど、若田和樹さん、ジャイアント和樹っていう、はい、チャンネルなんですけど、すごいんですよ。今年のね、4月って言ったかな、2020年の4月に始めて、もう2万5000人。すごいっすね。すごいマジで。尊敬とか思ってて、俺らより遅く始めてんのにみたいな思ったんですけど、でも2万5000人で、だってこれも本当の有名人のレベルの上がり方よ。めっちゃ。固定のファンの方がたくさんいらっしゃるってことだよね。いや、新しいファンもどんどんでしょ。そうだよね。どんどん増えてるってことだよね。うん。ポチッとすれば。え、何面白いじゃんって出てきて、俺もなんでこれ見つけたんだか分かんないけど、一応マネージャーは知ってたね。さすがだよね。あ、俺見たことあるよって、この人右足でも左足でも両方蹴れるよとかって。俺その回見てなかったんですよ、まだ。なんで後で見直させてもらったら、やばい、パントキックめちゃくちゃうまいんですよ。パントキックなのね。マジうまい。で、関東リーグ所属なんですよ。関東リーグっていうのは大学生じゃないでしょ。大学生じゃない、社会人。詳しいでしょ、だって。詳しい、関東レベル高いんで、詳しいことじゃ、関東、ちょっと、若田さん、若田和樹さん。ちょっと待ってください。調べちゃうよね。ちょっと検索。もうなんか、試合に行く道中に撮影してるんですよ、車で。それがね、もうくだらなくて面白い。めちゃくちゃ強いチームですよ。横浜たけるさんっていうの、猛襲って書いて。おうおう。たけるさん。この人、背番号9ついてるんだよね。背番号9ですね。背番号9なんですよ、ゴールキーパーなんですけど。まだ全部見切れなくて、この前なんかライブやったのを後で見直してて、それを見てからこの動画も見なきゃ、この動画も見なきゃ、みたいな。まあ、俺は YouTube 好きな51歳ですから。いや、今ね、今、俺のお気に入りナンバーワン。ちょっと YouTube も、はい、今、行ってみて、動画ありました。低弾道のパントキック。やばいね、マジで。何がやばいんでって言ってね、うまいんですよ。はいはい。で、スクールでも教えてるようなんで、はい、で、個人にも、その、教えるんですよ。仕込むんですよ。はい、そこがね、またね、高校生に教えたりとか、そうすると、ちょっと、教えるとみんなバーンって。ちょっと4分の短い153万回のパントキック、今ちょっと声出さないで見てますけど、すごいですね。やばいでしょ。だからそっち系の YouTube だなと思ってたんですよ最初は。でもそういう感じで始まったんだと思うんだけど、ジャイアント和樹のキャラが立ちすぎちゃって、めちゃくちゃ面白い。で、多分これ FUG でも初めてだと思う。他の人の動画をこれだけ絶賛するの。ゴーッ！ねえ。いや、すごいですよ。それも短期間、ちょっとずつ積み上げてって、そこにたどり着いた人とかっていうのはいっぱい知ってるけど、あと何？ゲームの動画の解説しながら、J リーグも絡めてとかっていうのは知ってますけど、のサポーター系とか。だけど、何なんだろうこれ、指導系プラスサッカー系、あとサッカーの周り、なんていうの、こう日常の僕らの周りにいる人の中では、ちょっと抜けて面白い。ちょっとお笑いの要素もあるのかな、ちょっと、よく見てないけれども。いや、お笑いの要素っていうか、これもう彼のキャラ。あとは、彼のキャラだと思うよ。あとは、編集の人の、編集が上手いとか下手じゃなくて、センス。なるほどね。まだだってやっぱり間もないから、そんなにすごいと思わないし、まあ俺も一緒のこと言えない。いや、キックやば。
キックやばでしょ、これ。フットサルのコートに向かって蹴ってて、うん、それが一直線に飛んでますね、本当に。確かに低弾道の。それでね、試合の映像とかもあるんだけど、もうキックめちゃくちゃ蹴り分けるんで、魅力的。見に行きたいもん、横浜たける。でも最近試合に出てないみたいなしね。あ、そうなの。それは競争があるからじゃないですか。でもね、あれ、彼はあの U18 の日本代表候補選ばれてるし、ユニバーシアードのバンコクの代表だよ。FC 東京の林選手とか、はい、東口選手とかも、その時のメンバーにいるんで、はい、あとだから、バンコク大会で長友選手とかもそうじゃない、はい、もちろんその高い技術と、あと恵まれた体、188センチってあるんだけど、でも何よりもこのキャラクターが面白いんで、皆さんにぜひ見てもらいたい。概要欄、説明欄につけておきますけれど、もう勝手に紹介します。勝手に紹介して、どうなの、怒られちゃうの、怒られちゃうのか分かんないけども、あのジャイアントカズキちょっとどっかから写真持ってきて、あの勝手にやっちゃいましたってだって面白いんだもん、すげえし、やばいし、ぜひ皆さんも見てもらって。そうですね、私もちょっとじっくり見させていただきます。まずね、その技術にあれなんですけど、もう試合前の試合中のそれぞれが面白いので、おすすめ YouTube、 サッカー系の YouTube の紹介ってことです。いやでも横浜たけるさんだったらめちゃめちゃレベル高いですからね。お、社会人では都南前橋さん、うちがお世話になったより上ですね、うん、関東リーグ2部で3位ですから。あ、強いんですね。強いです。都南さんが4位ですから。日立ビルシステムかな、ビルシステムさんは一部です。で、イーグランド持ってるんですよね。そうそう。で、先輩が部長だと。あ、そうなんですか。今やってないんですか。だ、部長なんで。今部長です。あ、今度ぜひご紹介。あ、もちろん。で、以前は監督ですから。あ、そうなんですね。はい。あんなにイーグランドをお持ちなんで。世のの方です。お近づきになっておけば。はい。小学校全国大会優勝です。すごいですね。与野市持ち合いで全国優勝して、与野東中で全国準優勝でみたいな、そういうお方です。うん、めちゃくちゃうまいですよ。概要欄、説明欄つけときますけど、若田和樹さんのジャイアント和樹、はい、ぜひご覧になってください。研究させていただきます。FUG のおすすめの YouTube でございます。で、FUG のリスナーの方も随分見られてる。俺もすぐポチッとしてました。うちのキーパーにすぐ見るように言います。そして今あのできれば勝手にやって、コラボしたいから、とりあえずこれ上げて見てもらってコラボしたいですって思ってます。マジでパパ活からもお願いしてください。はい、ぜひお願いします。立候補します。お願いします。コラボよろしくお願いします。お願いします。あの損はさせないようにします。僕らのいろんなものを、使えるものは全部使ってもらっていいです。意外といますんで。J3 紹介しますよ。鳥取にね、ですけど。GM にちょっと、FEG、フットボールアンダーグラウンドいるところです。埼玉。チャオ。チャオチャオ。